泉区八乙女の市街地青葉区境六の丘陵地帯、宮城県道37号仙台北環状線は、宮城県仙台市泉区の都市計画道路3 3十6空、沢根白石線と、同市青葉区の宮城県道31号仙台、村田線との間を環状に結ぶ県道である。都市計画道路3.352八を止め、折立線を通す。市民からは、 北環状、北玉城などと省略して呼ばれている。仙台市総合道路整備計画における、国格幹線道路も、3環状中に放射状線のうち、内側から数えて3番目の環状道路である、市街地環状線の一部をなす県道で、仙台市都心部から見て北から西にかけての郊外を、環状に通じる。仙台市が、政令指定都市であるため、 全線が市の管理となっている。仙台市都心部と路線の認定当時、泉市、宮城町という複数の自治体を通過するルートで計画された。その後、泉、宮城の両市長は仙台市に編入合併されたが、その翌年に東道は仙台市都心部を経由せずに、泉、宮城の各々の中心部同士を直接短絡する幹線道路として開通し、合併。 政令指定都市になった仙台市の市内主要部をつなぐ役割を担うことになった。起点となる東端は七北田川の貸し段急にあり、都市計画道路、宮、沢根白石線を介して国道4号仙台バイパスに接続している。その起点から七北田丘陵上にある住宅地群をアップダウンしながら貫き、広瀬川流域の愛子盆地にある。 青バックの国道48号とを結ぶ。途中、泉中央副都心南方の仙台七下鉄南北線、八乙女駅付近を通過し、終点付近では宮城県道31号仙台村田線を介して仙台西道路や愛子バイパスに接続して、東北自動車道、仙台宮城 IC への経由道ともなりうる。 宮城県道264号大平線大線より西側の沿線の七北田丘陵は権ン森丘陵とも呼ばれ、東道の最高点も標高200メートル程度に達する急な坂が続く。沿道にはロードサイド店舗が張り付いており、特に八乙女駅周辺や中山、吉成地区で集積度が高い。1975年度撮影。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成あたり道の事業着手前へ。後に泉中央副都心が建設される地区。1984年度撮影。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成一部開通した東道の様子。新三沢港区の教用開始前。 ありがとうございます。